ネタバレをしない範囲でのここを見てポイントを教えていただきたいんですけれども、はい、あ難しい難しい。ジェスチャーとかがいいかな。ジェスチャージェスチャージェスチャー、私はうーんえわかんないわかんない私たちもわかんない私たちがわかんないの違う嘘けど全然わかんないえなんだろう、うわネタバレしない程度か、うん、いやでもそうだな、あーまた2ステップジェスチャー縛りなのなんか急なジェスチャー始まったなんかあのあれだよねやっぱ物理的距離感というかはいはいはいそうだね、まあ、心の距離感というか、うん、ノクチルって結構そこ大事だと思うので、うん、そうだね、はい、映像でそれを見れるのはちょっと目に焼き付けてほしいというか、うん、それは本当にそうですね目でも心でも耳でも見てほしいなと、うん、ゲームでも意識はしてたんですけど、うん、アニメだからこそ表現できてる部分がたくさんあると思うので、うん、映像としてね見えるからね、うん、ありますね、はい、そうだよねなんか、ジェスチャー何？何何？あーそうだねそうだね、はいはい、そうだね、うんうん、絶対見てほしいね、いいねいいね、うんうん、そうねそうねもう伝わってる前のプロデューサーさんにも伝わってるジェスチャーでしょ、うんジェスチャーじゃなくてもいいよゆうちゃんちょっとゆうちゃんとこ行ってもらって分かった、はい、でなんかちょっと冷たい目ででゆうちゃんこっち来てもらって私はこっちなので私がこうこうやってこういう感じこれです。はい。そうね。ここ大好き。ポイントやね。はい。うん、おー、伝わってる。いや、すごい。皆さんね、ジェスチャーでね、すごい、うん、あの表現してくださって、もうあのシーンかなっていうのがね、すごい私も分かったので、これから見る。あ、ちょっと枠ですか？言う、言いたくてもちょっと難しかったですけど。ちょっと、あ、でも、はい、でもあれですかね、こう、目の感じ。あ、目の目の目の目をよく見てほしいなと思います。目よ、そうだね、大事でしょ、大事だね、大事だよ、大事ですよね、大事です、ありがとうございます、もちろん大事、もちろん大事ですよ、こう感情がこうふっとなってこうあの揺れている瞬間はやっぱ目もちょっとゆらゆらしていたりとかしているので、あの制作サイドでも目をすごく見ていただきたいんですよ、やったー、だから、ね、和久井さんがこれを言ってくださって、ただ違うシーンだったらどうしようかなって思ってたんですけど、目の表現ということで、分かってますよ、そりゃよろしいですか、皆さん目を見てください